頃どこにでもあるものでマジックすると面白いですよね。今日はですね、みんな持ってるわら人形お持ちですか？結構女性の方お持ちの方多いんですけど、これは実は私のわら人形で、ゆっくり動きます。ゆっくり動くので、これ呪いのわら人形って言います。結構呪いんです。